はいどうも、ロゴーチャンネルのロゴーです。今回もリサイクルショップで購入したクロスファイトビードマンの方を開けていきたいと思います。今回はですね、ちょっと同じ機能ということで、こちらのガルブハンを2体とも同時に紹介していきたいと思います。こちらはまず普通のドライブガルバンなんですが、ジャンク品で108円と、羽外れてますけどちゃんと入ってます。で、こちらのキャノンドライブガルバンはジャンク品で324円となってますが、前回紹介したブラストドライブガルバンと同様ですね、セット品なんですが、まあ、他の付属品が結構欠品してますので、その辺もちゃんと話していきたいと思います。まあ、そんな感じで今回はこの2体の方を開けて計測の方をしていきたいと思います。はいっていう感じで開けてきました。こちらとキャノンドライブガルバンですね。まあ、こちらのガルバンって何ぞやって話なんですけど、これ一応エンブレムシリーズに入った時の主人公機になってまして、死生獣の朱雀をモチーフにしているため、随所に羽とかね、くちばしとかそういったモチーフが盛り込まれた機体になってます。まあ、一応結構特徴的なパーツはいろいろあるんですけど、やっぱりね、エンブレムシリーズということでエンブレムチャージがここについてるんですけど、まあ、前回紹介したそのソニックドラバイスと違ってかなりね、大型のこのエンブレムがついてて、まあ、パワータイプなので力が入れやすいタイプになってるんですが、押さえ方に関しては、まあ、こういう風にね、結構横広の部分っていうのかな、これがコアにこう干渉する感じになってるんですが、その分やっぱりね、その根元の部分、ここら辺がちょっと非力で、すぐね、ひび入ったり白くなってたりするので、まあ、気をつけて打たないといけません。まあ、コアに関してはドライブコアということで、ドライブ回転をかけられるここのコアがついてます。これはま、前作主人公機のドラシアンの、まあ、アクセルコアの進化版って言ったらいいのか、対価版って言ったらいいのかわかりませんね。まあ、なぜ対価っていうと、こちらの方ですね、このエンブレムチャージシリーズからセーフティーパックが同梱型になってます。で、これによってですね、しっかりと押さえてあげないと、中で動いてるのがわかるかな？ちょっと暗くて見づらいんですけど、中の動いてるパーツがしっかり保持してくれなくて、玉ポロを起こしやすいということで、まあ、全体的にそうなんですけど、結構ね、非力な点が目立ちます。まあ、そうは言ってもですね、ちゃんと設置してパワーチャージ、エンブレムチャージしてあげれば結構強力なショットがですね、ローラー込みでドライブ回転かけてくれるので、まあ、従来のその主人公機みたいな感じで、まあ、なかなかいいシューター打ってくれます。さらに足の部分なんですけど、これ一応爪の部分がですね、外れるようになってまして、この部分を後ろにつけてあげることでます。設置性を上げることができますね。なかなかつきませんけど、まあ、これをつけることによって設置性を上げて強いね、パワーシュートを打つことができるよっていうタイプになってます。で、それにですね、このパワーをさらに強化するためのキャノンアームを取り付けたのがこちらのキャノンドライブガルバンですね。まあ本当にキャノンアームといえばね、なんちゃらフェニックスがつけてたようなイメージがあるんですけど、まあそれをモチーフにしつつですね、まあ現代版に改修してさらにエンブレムチャージができるようになってるようなタイプになってます。まあ押し込みに関しては結構強いんですけど、従来のガルバンとほぼほぼそんな変わんないかなっていう感じだと思います。しかも同じ軽色なのでね、結構見づらくて申し訳ないんですけど、同じような感じで打つことができるんですが、やっぱりこの持ちやすさが向上することによってだいぶねその力の入りやすさが変わってくると思います。まあ、一応こちらですね、まあ、カラーリング違いということで一応セット版の商品になります。なのでまあ、このガルバン自体が確か爆熱バージョンって言われるカラーリングになってます。でさらにこちらの方の欠品内容の話をしていくんですが、アクロスイーグルっていうのにするためのアクロスコアっていうのが付属してるんですけど、それが欠品。まあ、これはブラストアームの時も言ったんですけど、ここのね背中につける補助パーツがあるんですけど、それも欠品ですが、俺当時品ちゃんと買ってたので、こういう風に、パーツが残ってるので説明できるんですが、こういったものがついてるんですね。で、これを設置することによって、このここをちゃんとこう保持してくれるというかね、支えがあるので壊れにくくなってるんですが、今回それが欠品です。まあそんな感じです。じゃあこの後計測の方行きたいと思います。ではここから計測していきたいと思います。計測は3種類でいきたいと思います。まず普通のね何もしないタイプのドライブガルバンで3発、その後エンブレムチャージで3発、その後ね、通常ショットはほぼ一緒なんでキャノンドライブガルバンの、締め打ちだけして、3発っていう感じの3種類でいきたいと思います。ではまず通常のシュートですね、3発いきましょう。1発目、 7.10。 で2発目、 6.58。ラスト3発ですね、 6.28 っていう感じになってます。ではこの後エンブレムチャージ3発ですね、 8.05、 2発目 7.71、 ではラスト1発ですね、 8.65 という感じになってます。はい、ではこの後キャノンドライブガルバンのエンブレムチャージショットで3発いきたいと思います。1発目なんですけど、結構ねエンブレムチャージしてしまうと打ちづらくなるので少し見にくいんですけど、こういう感じで打っていきたいと思います。 14.26。 で2発目ですね、 12.69。
ではラスト3発目いきます。13.39 という結果になりました。はい、っていう感じでね、こちら今回はドライブガルバーン2種類でしたけど、いかがだったでしょうか。まあ、通常のドライブガルバーンのね、エンブレムチャージに関しては苦なく打ち込むことができるので、安定したパワーショットを決めることができるんですけど、こちらのキャノンドライブガルバーンになると威力が高くなった分、締め込みがすごい強くなって、打ち出すまでにすごい力が必要になるんですよ。で、その割にはですね、このまあトリガー部分に補助パーツがないので、すごい押し込みづらいんですよ。で、これにキャノンバースト、キャノンじゃねえや、まあなんだっけ、バーストバイソンとかのあのトリガーの補助パーツをつければ、もう少しちゃんと威力が安定して出せるんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、まあ、これちょっと最後関係ない話なんですけど、まあ、ドライブガルバーンですね、実はすごいもったいない点がありまして、で、これ当時のね、俺が自分で塗ったやつなんですけど、かなりね、エンブレムとか彫り込みがすごいしっかりしてるんですけど、まあ、製品の方では全然そういったところにも触れられず、とりあえずなんとなくぼやけてね、エンブレムが入ってるだけなんですが、こういった点ですね、ちゃんと染めてあげれば、もうちょっとかっこいいガルバーンになるので、ぜひね、ガルバーン持ってる方で染めてない方いらっしゃいましたら、バーガンダムマーカーとかで染めてあげてみてください。まあ、そんな感じで最後関係の話で終わっちゃいましたけど、もし動画の方気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価で応援の方よろしくお願いいたします。最新情報はツイッターなんかでつぶやいてます。下の説明欄にリンク貼ってますんで、よかったらそちらからお越しください。それではここまでご視聴の方ありがとうございました。